お誕生日にお呼ばれ。さっきのことママに聞いてみるね。誘ってくれてありがとう。うん、楽しみにしてるね。じゃあまたね。バイバイ。ねえキティ、ママいいって言ってくれるかな。大丈夫よきっと。うん、そうだね。ただいま。まあ、フィフィのお誕生会に？そう、招待されたの。ねえママ、行ってもいいでしょ？キャシーにトレーシーにトーマスにティッピーにジョディも招待されてるのよ。そうね。もしもし？あら、こんにちは。ええ、まあそれはそれは、ありがとうございます。ええ、キティとミミィも喜んで伺います。フィーフィーのママからだったわ。二人ともお行儀よくしなくちゃダメよ。ママ、じゃあ行っていいのね。やったね、ミミ。うん、早速プレゼントを用意しなくちゃ。何がいいと思う？何が喜んでくれるかな。ミミだったら何が嬉しい？そうね、くれるものは何でも嬉しいよね。あ、そうだ、私花壇で育てたお花を持ってくわ。ミミィの大切なお花ね。うん、私フィーフィーのためにお話を作ってあげよう。うん、キティお話作るの上手だもんね。絵も描いて。前にフィーフィーに見せたらすごく笑ってたもんね。え、あれ笑うお話じゃなかったんだけど。そうだっけ。でもフィーフィーが喜んでくれるならいいや。ねえママ、おリボン曲がってない？大丈夫よ。二人ともフィーフィーのママの言うことをよく聞いて、たくさん楽しんでらっしゃい。はーい。じゃあ行ってらっしゃい。気をつけてね。うん、行ってきます。いらっしゃい、キティミミ。さあ、上がってちょうだい。もうみんな来てるのよ。遅れちゃったのかな。違うの、キティとミミは時間通りよ。みんなが少し早く来ちゃっただけ。フィフィの部屋にみんないるから行ってあげて。支度が済んだら始めましょうね。はい。どうしたのミミ？あ、お誕生日おめでとう。ありがとう。こんにちは。やあ、キティ、ミミ。こんにちは。こんにちは。さあみんな、お待たせしました。用意ができたから手を洗っていらっしゃい。
僕、ゲーム大好き。僕もだよ。私も大好き。やろう。だから僕が先だってば。僕にやらせてよ。私が一番よ。僕だよ。私もやりたい。私も。もう、これは私がおじいちゃんにもらったんだから、私が最初にやるの。フィーフィー。あ、ママ。フィーフィーはいつでもできるでしょ。今日はお友達に貸してあげなさい。それができなければゲームはママが預かります。だってママ私のゲーム。あ、ねえみんな、今日はフィーフィーのお誕生日なんだからフィーフィーに最初にやらせてあげよう。そうだ、みんなでじゃんけんしてフィーフィーの挑戦者を順番に決めようよ。うん、そうしよう。それがいいよ。賛成。さあみんなじゃんけんよ。よし、じゃんけんぽん。みんな今日はありがとう。じゃあ気をつけて帰ってね。はい。ただいま。はい、はい、それでは。おかえりなさい。楽しかったんですってね。うん、楽しかった。ママどうして知ってるの？今フィーフィーのママからお電話いただいてね。フィーフィー本当に嬉しかったんですって。それにキティとミミィのこととっても褒めてくださったのよ。どうして？みんなの靴をきちんと揃えてあげたんですってね。キティとミミィが気がついてやってくれたってフィーフィーのママ感心してらしたわ。それにテレビゲームのことで喧嘩になりかかった時もキティとミミィのアイデアで仲良く遊べたんですって。ママそれを聞いてとっても嬉しかったわ。なんだそんなことか。あ、そうそう、ミミィのお花をありがとうって、キティの作ったお話好きで何度も読んでいますって。そう、フィーフィー喜んでくれて嬉しいな。キティとミミィの気持ちがフィーフィーに届いてよかったわね。うん。